都営青山北町アパート青山北町アパートは、東京、青山にあった、都営住宅。東京都営住宅条例に基づき、東京都都市整備局によって、管理、運営されている。2006年頃以降には、住民の退去が進められ、一帯は、再開発工事が行われている。都営青山北町アパート所在地は、港区北青山 3-4 ほかであり、青山通りの北側裏手に広がる約4ヘクタールに及ぶ敷地内には1957年から1968年にかけて建設された4階から5階建てのアパートが25棟建っている。都営住宅の常として全戸が賃貸の集合住宅であり、現時点での管理戸数は376戸となっている。各戸の面積は32から52平米。間取りは 2DK、3DK で、いずれの建物にもエレベーターは設置されていない。また、団地の敷地内には、港区立青山保育園や、訪問看護ステーションなどが設置されている。東京都の再開発事業、北青山3丁目地区、まちづくりプロジェクトが行われており、2019年に20階建ての、都営北青山3丁目アパートが竣工した。青山師範学校跡を表す日青山、北町アパートの所在地は、師範学校や東京府立の旧制中学校など、いくつかの学校の跡地である。はじめは1900年、東京府師範学校、及び東京府師範学校附属小学校が、それまでの小石川区、竹早町からこの地に移転、開校した。1908年には、東京府青山師範学校、及び東京府青山師範学校附属小学校とそれぞれ改称し、1936年に下馬町に移転するまで当地にあった。師範学校と同附属小学校の移転後にはいくつかの府立、新設中学校等が一時的に仮校舎としてこれを使用した。1937年から翌々年まで東京府立第10中学校が1939年から翌年まで東京府立青年学校教員養成所が置かれた。さらに、1940年には東京府立第15中学校がここに開設された。しかしながら、諸々の学校によって使われたこれら校舎、施設は1945年5月のアメリカ軍による東京大空襲によって焼失、第15中学校もこれによって、当地での教育が続けられなくなり、終戦後も当地に戻ることはなかった。著名な卒業生には、段拓馬の孫で作曲家の段育馬などがいる。かつて学校があった青山北町アパートの青山、通り側入り口付近には、東京府師範学校の同窓生によって1972年に建てられた記念碑が存在する。ありがとうございます。